さあ今回は日本一、いや違うスクララじゃないんですよ、三の倉っていうのかな、多分日本一空いてるらしいですよ。いやほんまかいと、どんぐらい空いてるんやと、かそってる、もう過疎の領域だよ。でもなんかナイターやってるらしいよ。ナイターやってるんですか。すごくだ、ナイターの方が混んでそうだな。1日2000個めっちゃコスパいいやん。僕らはあんま時間ないんで回数券にしましょうね。谷口さん回数券ですよ。でちなみに聞いたところ2人で併用 OK だそうです。だからファミリーで来て夫婦で、うん、例えば2000円でこの11回券買って、うん、で子供の面倒見ながら交互に滑るとか調子いいんじゃないですか。行きましょう。いやてか駐車場車お客さん車5台ぐらいしかなかったです。ついてる、あと軽トラばっかりだった。ついてる、ついてるよ、うん、もう12時回ってんすよ。ピステンが残ってる。あっちも見て、これ朝一じゃないからね。すごくない、さすが日本一ついてる。すごくない、やばい、これは楽しみですね。SNS 公認のスノースクールある。すげえな、すごくない、すごいな。なんかいろいろすごい、何気にちゃんとしてんだ。さあ回数券渡して、楽しみやな。これ良さそうじゃないですか。ねえ、これ雪積もってたら普通にねえ、ちょっとやったんですか。新品、ほぼ新品、この感じ多分ね3人とか3人か2人じゃない、単個のサイズ的にこれとこれ同じ人だと思うんですよね、うん、でそれが同じ人なんで2人かそれぐらいですね。2本か3本滑って帰っちゃうぐらい。でスキーが1人か2人いた感じですね、うん、そういう感じだね。あれじゃない、ほら SAJ のスクーだったからその人とあとパトロール。いやっていうか本当に客いないんだけど。リフトに乗ってないし、あの滑ってる人もいない、いないですね。多分こっちのピステン板もう食われちゃったから、じゃあ次の隣のピステン板食われたって何。これあのあれですよ、長野だとこれは新品と呼びます。こちらローカルの人がもうほら、あもう荒れてきたから帰ろうっつって、そう1本食っちゃって、隣も1本食って、隣も1本食ってって。だいぶ物好きだね。たぶん2回ずつ滑ってる。これフルアセツしてないのはわざとなんですかね。じゃない、あワイドにしてないですね。あっ谷口さん、なんかアイテムありますよ。ここなんだあれ。じゃあファーストランは谷口さんですね。そう、大回りで滑ってるんだな。はい、じゃあ行きます。あ、雪いいな、ちょっとパサッとしてる感じ。これは滑りやすいよ、これすげえいい番じゃん。これすげえいい番じゃん、これめっちゃ気持ちいいよ。あー残ってるね、残ってるね。マジで貸し切りやん。おめっちゃいい。っていうかこれやばくない？やばい。やばい。キステンがめっちゃ残ってる。これはやばい。めっちゃいいじゃないですか。これいいわ。
これ良くないですか、ちょっと。なんか昔系じゃん。ピステンでしたよ。あ、びっくりした。最高に気持ちいい。いや、絶対気持ちいいなって思ったんですもん。もうなんかグラトリとかじゃないわ。今日、カービングっすね。今日カービング。でも、多分、グラトリはグラトリでいいと思う。多分いいっすよ。あれできたらやりたいですね。確かに。でもね、2人でこれを荒らす自信がない。午後でこれだよ。あのね、本当に2人しかいない。本当に2人しかいない。いないんよ。いないですね。多分いなかったですね。このスキー場来てるお客さんよりリフトスタッフの方が多い。多い多い。人件費大半取れねえよ。あんなにあった回数券も残り3枚。回数券じゃなかったかもしれないな。これ回数券じゃなかったなんかめっちゃ貴重に滑りたくなる。わかる、映るんです気分。なんか最近僕もシーズン50日目ぐらいなんですけど、うん、多分土日に滑るってこういうことだったんだな。あーそう、ね、貴重な一本だったんだな、うん、ありがたみを感じてます。なんか東京から行くのだるいとか言っててごめんなさい。遠かったら行かないとか言っててごめんなさい。踏みしめてたよ、雪も。ね、なんか滑れる環境にあるから、うん、ちょっとこの一本の重みを忘れてた。なんかもう自分が一番気持ちよく感じるターンをしてた。動画用の滑りじゃない滑りしてた。そう俺は分かっちゃうよ。俺もさっきそうだったもん。なんか一本と違うなって、すげえハマつかるなと思った。なんか一本がさ、回数券だからさ、そういうことか。うん、分かるよ。え、これいつのゴーグル、グローブなんですか。これはね、28の時だから。お前おいくつですか。62。34年前。34年前の。34年間これ使ってるんですか。34年間ではない、その時やっていて、はい、しばらくやってなくて。へぇ、うん、何年ぶりかな。10年ぶりくらいな。マジっすか。これなんかかっこいいっすね。かっこいい。オーバーミトンあったんだ。こういうグローブいいな。逆に売れそうっすね。逆に売れそう。ね。よし。さあ、谷口さん、どこのコース行くのか。いや、もう一本行きますよ。あと3枚あるんで、はい、幅を何枚使うのか。
てんな。なんか、うん、日本一空いてるゲレンデマジで伊達じゃないじゃないですか。マジでね、好きになっちゃうね。あの4人ぐらい、ちょっと多分ご飯食べ終わって出てきたのが4人ぐらい増えましたね。増えたんですけど、それでも6人です。他のお客さん俺らも含めてね、含めてこんなにいいコンディションなのに、そうそう、ご飯食べに行きたくなるご飯屋さんを見に行きたいの。そう思う。確かにそう思うでしょ。確かにそうやで。どんだけなんかいい飯あるんだろうみたいな。なんか口コミではなんか結構安いみたいな書いてあったから。なるほど。口コミでね、はい、なんか空いてないみたいな、そう、日本一空いてないみたいな。日本一ではないと、うん、いや空いてるよ。あとすごいのがやっぱ僕らもこうやって活動してるから、うん、どこのゲレンデ行ってもめっちゃ声かけられるんですよね。そうだよね、うん、自分たちで言うのもこんなあれなんですけど、うん、声かけらんないです。声かけらんない。むしろその知らないおじさんが多分僕らのことを知らずに普通に、うん、このグローブすごいっしょっつって40年34年前のグローブをこう、うん、僕らにこう見せてくれたりとかっていう、なんかそのなんだろう、いいっすね。ついてるね。ついてる。ついてる。好きなんだと思う、ここが、うん、ここが好きなんだ、多分。ここに来てる人、多分いいっすね、みんな好きになってると思う。なぜシャオリ入れてると思う。楽しんじゃうね。さあラスト1本、貴重なラスト1本、貴重なラスト1本はどうするの。待ち取りしますか。待ち取りしよっか。いいね。兄貴、俺たちがここに来たのはこんなゲレンデを楽しむためじゃねえだろう。俺たちのプロジェクトは伝説となる。ここのコースレコードを抜けるぜ兄貴。なのでコースレコードは何キロなんだ。分かんない。あの上から直下って、あのどっちがスピード出るか勝負しましょう。 OK。 やりましょう。セッティング変えてきたかった。こんだけ空いてるからまあ大丈夫でしょう。やり放題です。やり放題ですよ。さあ最高速チャレンジ、まずは谷口さんです。じゃあ谷口さんの挑戦、いきます。レディゴー。人もちょうどいないんじゃないかな。この人は多分こっちまで来ないと思う。でその下はクリアだな、分かってる。他に滑走者いませんでした。さあどんぐらい。おお、早い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 。そっからか。そこで結構落ちたんです。どれぐらい出るのか。いった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 。行きました、谷口さん。置いとくとこたいたいた。さあ何キロ出たのか谷口さん。意外と出てないんじゃないかな。70出てないんじゃないかな。続きまして井口が行きます。谷口さんが下から取ってくれてるはずです。出たよね。そんな言ってるかな。でもじゃあまずは井口の方から見てみますか。はい。
78.1。 78.1、はい、続きまして谷口さん、78キロしか出てなかったんだ今の。あ、80.2キロ。おお、すげえ。やっぱさすが飛びすぎる男。飛びすぎる男、やっぱりすごい。いや、最初のそんな出てたんだね。ね、ていうかあのピステンに、うん、板拾われませんでした。最初途中のちょっとピステンで、あ、やべ、これ、あ、でもここで切ったなって思いながら。わかるわかる。チャレンジできるぐらい空いてるから。こういうのできるよ。うん、今ね、全然余裕だけだもんね。初めて気使わずになんかね、自由に滑った。そうですね。本当に自分の怖いとの戦いだった。そこの落ち込みとかちょっと不安だったんですけどね。分かる。あと下に行った時風が結構さ、あ、風さっきより強く、そう、強くするのか、なんかスピードがあったから強く感じるのか分かんないけど、板まくられそうになる、ね、そうふわーってなってくる。最後レストハウス見て帰りますか、ね、山小屋クララどんな感じだろう、ね、え、安くない、え、待ってやばい、ライス200円、醤油ラーメン700円、やば、え、唐揚げ丼650円やばくない、かけうどん450円、マジか、うわ、マジか、すげえな、中は売店になってる。これ欲しいんだけど。景色が綺麗ですね。会津の、会津っていうか喜多方の街が見える。建物も綺麗、おもろかったですね。いや、やばかった、めちゃめちゃ楽しかった。また来たいですけど、なかなか来れる機会ないんで。ナイターとか来れそうだな。でもなんか僕よく来るんで、こっちの方。あ、でも今日はナイターやってないんです。そう、多分土日とかやってんじゃないですかね。やってる人やってない日があるっぽいから、うん、帰りますか。次の目的地行きましょう。次の目的地行きましょう、はい。